想像力は心的な像、感覚や概念を、それらが視力、聴力、または他の感覚を通して認められない時に作り出す能力である。想像力はイメージする力すなわち経験に意味を、現実に理解を提供する助けとなり、人間が物事や現象を理解するための基本的な能力の一つである。また、学習の過程においても補完的な役割を果たす。 想像力のための基本的なトレーニングはストーリーの語りを聞くことである。これは語りのみから物語の世界を正しく呼び起こす必要があるためである。もっと講義には想像力は我々がすべてに出会うための能力である。我々が触れ見聞きするものすべてを像に結合させているプロセスを想像力とみなすことができる。心理学における 想像力想像力は共有世界の感覚認識に由来する所要素から心の内で部分的または全体的な個人の領域を生み出す。生来の能力、プロセスと認められる。この後は心理学では感覚認識で以前与えられたものの知覚表象が心の中で蘇るプロセスとして使われる。この、この用法が普通の言語のそれと衝突するので一部の 心理学者はこのプロセスをイメージングまたはイメジャリーというか生産的または構築的な想像力と対象して再生産的と呼ぼうとする。想像されたイメージは心の目で見られるというありがとうございます。